来ましたよ。聖子ちゃん。よいしょ。やったー。はーい、やっとジョイクロの128にも釣れました。ね、サイズは変わらず、ね、これちっちゃいジョイクロだから、ほんと聖子ちゃんですけども、グラススピニングで P ラインで、ジョイクロ128で、来ましたよ。じゃあ引き続き狙ってきます。シャ、まだちっちゃいな。マッチの結構いいサイズが多いんだけどな。ねえ、俺のは泳がせるレンジが良くないのか。ちびっこでも引く。よいしょ。お、ありがとうさん。はい、ジョイクロ128で2匹目、ね、秋っぽい入れ食いサイズの聖子ちゃんに遊んでもらってますね。よく釣れるグラスピニングで、やってみております。チャリがします。よいしょ。よっしゃー。おお、引く引く。よいしょー、よいしょー、跳ねる。いやー、流れに乗って聖子だけどめちゃくちゃ引いてくれます。いいねー。元気。あー、グラスいい曲がり。おお、なかなか寄ってこない。お、ちょっとサイズアップかな。お、東京湾の名店高橋丸だ。高橋丸が横を通過中に、おお、釣れております。天まだ綺麗な。白ブカラ入れ食いだ、入れ食いだ。早く来いよ。ああ、これは始まったね。ああ、行こうぜ。ああ、よ、お疲れ。よし。おいよ。お、ちょっとサイズアップ。イエイ。超不審な動き。怪しい。はーい、ようやくちょっとだけサイズアップ。まあまだね、生後終盤復古行くか行かないかだけど、ジョイクロ、連発しております。秋のね、ついにシーバスシーズンスタートって感じですよ。こんな感じで、はい、よいしょね。じゃあお疲れさんということで、これは逃げてもらいます。なかなか当たりが少ないから心折れちゃうんだけど、いるはいるから。
あ、こんだけ当たるとこっち狙っちゃうんだよな。これは楽しいからさ。まああとは秋が終盤になってこの生後たちがみんな落ちたら、体力のあるランカーがね狙い撃ちやすくなるんだけど、何にしてもまだ9月だし、これを数釣りして遊ぶ時期ではあるよな。楽しいもん。はい、ジョイクロ128あたり止まらなくなってきましたよ。サイズは小ぶりだけどね、バンバがバンバが食ってくれるんで、どんどん釣ってきますよ。こんな感じでね、ジョイクロとジョイクロをかける2ぐらいの30センチぐらいのサイズ釣れております。尺腕ぐらいのサイズかね。はい、お願いします。